どうも、こんちゃでございます。お腹空いたんでというか、もう夜も更けてきたんで、一杯飲むということで、白鶴、日本酒でございますが、白鶴用意しました。で、おつまみでございますが、竜田揚げ1キロですね。以前ですね、確か鶏の唐揚げ1キロでですね、買ってきたっていうやつをやったんですけど、今回は鶏の竜田揚げ1キロということで、またちょっと違います。僕は唐揚げと竜田揚げがですね、どっちが好きかって言ったら竜田揚げが好きなんですけれども、竜田揚げと唐揚げのどこが違うかって言ったらよくわかってないです。でも、なんか、見た目違うよね。唐揚げの方はもうちょっと色が赤いんですよね。両方買ってきてるんで並べてみてもいいんですけどね。まあいいや。とりあえずそれでですね、唐揚げを、取っていただくということでございまして、1kg、これ、997円で売ってるものですね。1kg 997円です。で、もやし、これ別のやつでちょっと半分使ったんですけど、もやし、ここに入れますね。それでまず、あと、ニンニクの芽、半額で売ってたんです。ニンニクの芽半額で売ってたんで、明日はちょっとお客さんに会う予定が全然ないんで、くちゃくなっても大丈夫ってことで、くちゃくなっても大丈夫なので、ニンニクの芽をですね、いただきたいと思います。僕ね、これ結構好きなんで、お客さんにね、翌日、なんか人に会う約束があるときはちょっとね、控えたいんですが、そうでないときはやっぱニンニクの芽僕好きなんで、食うということですね。で、まあ、ここにこう切ってですね、ニンニクの芽切ってですね、中にこう入れていくわけですね。適当に切ります。もう適当です。あんま見た目とかね、自分で作って盛り付けて自分で食うもんなんで、見た目とか細かいのは気にしない。で、ゴミはこうやって丸めてポイッと後で捨てるという感じでいきたいと思いますね。で、こうやって、で、この上にですね、野菜を乗せて、この上にですね、唐揚げを、どんどん乗せていきたいと思います。何個ぐらい乗せるかな。結構いっぱい乗せましょう。お酒ね、結局長かったで唐揚げね、食っちゃうんだよな。やっぱね、唐揚げはね、食っちゃうね、人間。不思議なもんだよな。なんでだろう。やめられない、止まらない、カッパエフセンと竜田揚げみたいな感じですね。これぐらいでいいかな。もう一個乗せるか。じゃあ、こんな感じでですね、もう一個乗せるか。こんな食えんのかって、いいんで、食えなきゃ残しときゃいいんで、明日の朝食うんで。で、こんな感じですね。こんな感じです。じゃあ、こんな感じですね。唐揚げ1キロですね。こんな感じの、あれ、いくよって感じですね。じゃあですね、これをですね、電子レンジに放り込んで、チングするわけでございます。チングする。で、これカエルちゃんですが、これをこう押すとですね、このドアが開くと。で、もう一回押すとですね、これをもう一回押すとですね、電子レンジの扉、ここに、僕ちゃんの電子レンジがあるんですが、これが開くと。それでですね、ここにこう入れて、これをですね、扉を閉めて、で、あれ？こうやって、めんどくさくなって、なんかやってたらめんどくさくなって、いい、終わり。はい、ということでですね、なんかめっちゃやってて自分でバカバカしくなってきたんで、これでですね、終わります。それでこれはですね、竜田揚げなんで、これはですね、冷凍食品なんで、残りは冷凍庫にね、やっぱ絞ったか、ここに僕ちゃんの冷凍庫なんだけど、これはですね、ここにきちっとしまっとかないと溶けちゃうんで、きちっとやるってことです。それでこれをこう押すところがガラガラガラって閉まると、こんな感じになるわけでございますんで、そういうわけでですね、皆さんですね、電子レンジでチーンと温まるまで、しばらく、お待ちいただければと思いますね。リスニングタイム。はい、それじゃあね、そろそろ電子レンジ終わると思うんで出していきたいと思います。よいしょ、ポエッタよし、ちょっとよいしょった。というわけでね、鳥の竜田揚げでございますね。で、まあ、白鶴ということで、まあ、お酒でも飲みながらね、だらだらね、冷房止めっか。カメラの下にちょうど風が当たるんだよな。まあいいや、お酒、日本酒いただいてですね、ゆっくりやりたいと思いますね。乾杯、乾杯でございます。酒梅。じゃあ早速いただいていきましょう。この唐揚げの下にこう野菜を敷くっていうのが一つのポイントで、唐揚げの油が下に染みてですね、美味しくいながらですか。ちょっと味付け欲しいな。まあいいや、とりあえずまず肉をこのままいただいてみましょう、鶏肉をね。
いただきま。うん。うん、まあまあ。うん。まあ。唐揚げと竜田揚げどこが違うんだって話があっていいよ。なんか、小麦粉つけるのが唐揚げで、片栗粉つけるのが竜田揚げだとか、いろんなことをおっしゃる方がいるんですけど、よくわかんないんですよね。うん。でも僕はなんか、竜田揚げの方が好きなような気がするんですけど、でも僕は唐揚げも好きです。結局どっちも好きなんで、いいんだよ。うん。うん。なんか、うん。まあいいや。うん。でまあ野菜食ってるんですけど、ちょっと味が寂しいので、また久しぶりに出ましたね。無限ソルトでございますね。あの、公認会計士の新井先生からいただいた無限ソルト。これをお野菜の方にだけパラパラっとまずかけてね、いただく。なかなかこれすごい美味しいんだ、この。うん、香りがね、すごいね、いいんだよね。よし。で、これいただく。でまあ、お酒飲んで。うん。なんかこの無限ソルトただ舐めながらお酒一杯みたいなね動画撮れそうな気もしますけど、うん、うまいうまい、うん、うん、あ、うめ、なんか最近コメントでですね、なんか僕が痩せたんじゃないみたいなコメントが非常に多いんですけど、体重増えてんだよね、実は逆にね。うん、なんでなんだろう。よくわかんない。体重でちょっと実は増えちゃってね。うん。うん、ちょっとやばいんだけど、うん。食べるのはやめないですね。うん。まあ、一応糖質ゼロということで。で、まあ糖質ゼロということで。まあ、熱いわけで、まあ。かゆちゃんじゃーん。うん。うん。あ、うめ。うん。ほんとお酒がこう飲めるのは幸せだよね。うん。お酒飲めない人ってさ、なんか人生の楽しみの半分を失ってるっていう人も、いう人もいるぐらい。うん。でもほんとお酒飲めない人ってかわいそうだなと思うな。うん。あ、これ遺伝子なんてどうしようもないんだよね。うん、飲める飲めないって。なんかさ、お酒ってさ、なんか飲むと訓練すると、飲めるようになるって言うけど、あれ嘘だね。うん、あのね、飲めないやつはね、やっぱり飲めない。うん、訓練しても。うん。で、あの、飲み続けると飲めるようになるようにするの、あれ錯覚。うん。あのね、飲めない人が無理して飲むと習慣化するだけなのよ。それで、最終的には肝臓ぶっ壊すからね。うん。飲めない人は本当飲めない方がいい、お酒は。うん。体が壊すから。うん。僕は割合遺伝子的にね、酒は強い方。うん。割合僕なんですね。遺伝子的には、我が家は酒が強いっていう部分があるんで、結構、量飲もうと思えば飲めますね。うん。まあ、あんま飲まないけどね。うん。やっぱり、うん。年を取ってきてさ、今、俺ももう、今50なのでもうすぐ還暦なんだけど、年取ってね、深酒するとね、すごい大量に酒飲むとね、翌朝がきつい。うん。昔以上にね、朝起きた時がね、その二日酔いみたいな時になってることがね、きついね。うん。本当にさ、うん。これぐらいのお酒、まあ、日本酒2リットルで、度数が多分これ15度ぐらいだよな。うん。そうだね、度数はそんな日本酒なんて高くないと思うんだけど、アルコール分 13% 以上 14% いるから度数13ぐらいだから、2リットルぐらいだったら一晩でね、飲もうと思えば飲めたし、多分今でも飲めると思うんだけど、多分翌朝が結構きつくなると思うね。うん、なんか二日酔いでさ、
うん、なんか若い時も二日酔いってきつかったけど、年取ってからの二日酔いってもっと辛いよ。ていうかまあ普通はさ、もう50ぐらい過ぎるとさ、自分のさお酒の量って当然分かってるからさ、二日酔いしないように飲むんだけど、なんか調子こいてさ、この動画とか撮ってさ、なんかライブ配信とかやりながらさやってると、なんとなくガン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 酒飲んじゃってさ、翌朝起きると二日酔いみたいなことが、うん、まあなきにしもあらずなんだけど、うん、そうすると結構きついなみたいな感じでさ、うん、でお風呂入って必死になってアルコール抜いて、うん、でコーラがぶ飲みしてうん、頑張るんだけど、うん、なんか向かい酒とか行って、あの二日酔いになった時に朝お酒飲む人いるけど、あれは俺はやんないね。あれはあんま効果あると思えない。うん、やっぱり二日酔いになったらお風呂入って水分をいっぱい取る。うん、僕はコーラが多いですね。うん、コーラひたすら大量飲む。うん、100% オレンジジュースを飲むって人が多いですよね。二日酔いで 100% オレンジジュースを飲むって人はかなり多いですよね。あれは非常に効くって言ってましたね。うん、まあじゃあもう本当に本当に水分いっぱい取って、あとまあ何か食うんだったらお茶漬けみたいなのを軽めに食って、うん、それで耐えるみたいな感じですね。あとで、うん、なんか今はサラリーマンやってないんで、まあやるべきこと自分の範囲でテクテクやってきゃいいだけなんで、うん、それで司法書士の仕事一応やってるけど、翌日司法書士の大事な仕事があるときは絶対俺酒飲まないんで、うん、明日は立ち会いですとか、うん、そういう大事な用事があるとか俺絶対前の晩は酒飲まないんで、うん、あれなんですけど、逆に言えば酒飲んでる日は翌日予定がない日で、僕は大体ですね、決まった予定のある日は週に1日あるかないかなんで、まあ、まあ人とのコラボの約束があったりとか、あとまあもちろん司法書士のお仕事もたまにまあ時間拘束されることもあるんで、うん、そういう時は絶対僕は毎晩お酒は絶対飲まないですけど、うん、で今お酒飲んでるってことは、うん、明日は何の予定もないので、まあ寝てようと思えば昼まで寝てても大丈夫ですね。というか、うん、翌々日の朝まで寝てても大丈夫ですね。うん、で大体、うん、まあ週6日あった週7日あったらほぼほぼ週7日そんな感じまあ2週間に 1回ぐらいかな、なんか予定があるっていうのは。今日はね、珍しく朝ねちょっと約束があってね、これはコラボ動画を撮るっていうお約束があって、コラボ動画撮るためにちょっと出かけてって、また面白いちょっと動画が撮れたんで、うん、また編集してね、うん、出したいと思います。なかなか面白い動画でしょ。うん、なんかいろいろ今考えてる面白いことさ、うん、やっぱ普通の人じゃできないようななんかね面白いことができないから、ただもちろん反社会性はゼロで、うん、倫理的にももちろん問題ないようなやつで面白いものをなんか撮ろうぜってことで、ちょっといろいろね作戦練ってるんでね、うん、何事も、うん、一人でね何でもかんでもやるのは限界があるんで、まあいろんな方に相談させていただいてね、うん、やっていこうよ。そうそう、あれはやばい、なんでカエルちゃんジャンプってことでよろしくお願いしたいと思うんですけど、うん、ああお酒がうめえな、やっぱ、うん、お酒がうまいってのは健康な証拠だよね。お酒がまずいけど
まずいっていうのは結構肝臓とかやられてることが多いですね。昔お酒が好きだったけど今お酒が美味しくないって人はね、なんか病気の可能性が高いですよ。うん、うん、でもお酒が美味しくないかがにもかかわらず、なんとなく習慣化してまずい酒ずっと飲んでる人って、うん、あの気持ち詰めるって言いますよね。うん、だから本当に、うん、うん、酒は万病のもとっていうけど、酒はね、うん、薬でもあるし悪い習慣じゃないと僕は思いますけどね。うん、うまいです。うん、まあちょっと辛めに1個残っちゃったけどね。まあ、うん、うまいな。そういうわけでね、うん、やっぱ酒うめえな。酒がうめえ。というわけでいいかな、こんな感じで。うん、まあ何のための動画かよくわかんないけど、まあいいよね、こんなもんだから、いつもサブチャンネルはってことでね。ていうか今日はあんま笑いがなかったね、ごめんね。ってことで、じゃあこれで終わります。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。